こんにちは、ブルホースです。本日もね、バイオハザード4をやってまいりましょう。なんか、前回までね、ちょっと、あの、親父のハンコッチによる筋トレの話とかね、ちょっとサプリに関する、あれ筋トレに関するサプリの話とか、なんかちょっと趣味の話ばっかりで申し訳なかったです。本当にすいません。ちょっとね、えっと、今、あの、新しい試みい、新しい試みっていうことじゃないですけど、もうここ1年くらいずっとゲームばっかやってるじゃないですか。ね、あの、ゲームばっかやってないで、なんか、あの、 前回みたいにその心理学の話とかコーチングの話とかみたいにちょっと戻ってよみたいなことを時々言われたりとかするんですけどちょっとあれねあの今ストックで言ったらもう本当にねあ5600ぐらい多分あるんじゃないかな何かワードに書き起こすんですよ僕いつもワードに書き起こしてい一応並行で万が一そのゲームのネタが尽きた時とかになんかあのね またシフトチェンジしていかなくちゃいけないかなって、もうこ,れこの先、あの、ヨミさんにこれやったらって言われない限り、バイオしかする気がないんで、バイオなんてもうそのネタも尽きるし、バイオハザード5もなんかできないことが分かっちゃったんで、まあ、あの、パソコン買い替えたらもしかしたらできるかもしれないけど、今のパソコン使い続ける限りだとちょっとすることもできないし、で、あとなんだっけ、えっと、リベレーションとかね、えっと、リベレーション2とかもあるんですけど、それもねやるのもどうかなと、まあまあ、 まあやってもいいんですけどね。あの、まだ持ってないから買わなきゃいけないんだけど、まあそこら辺もちょっと検討、要検討。あと RE2 もまだやったことがないんで、あの、やったことあるけど、これでやったことはないんでね、YouTube 上ではね。まあ、それを買ってもいいかなと思うんですけど、まあまあ、あの、そんな話もしつつね、えっ、ー、と、まあ今後ちょっとどうするか、バイオフォーが終わって、まあ A ダ編もね、あの、やろうかなと思ってるんですけど、そこまでが終わってみてどうかっていうところをちょっと検討したいかなというところですね。まあそんな話もしつつ、そんな話もしつつ、 あのーまあ、ちょっとショートムービーをさバイオハザードの切り抜きを一部こうちょっと上げたりとか今これまでしてたんですけど、あのー、しばらく、まあ、どのタイミングから始めるかっていうのはちょっとあんま,まだあんまり全然考えてないんですけどせっかくねいろんな旅行に行ってるんで、まあ、僕あくまでその、まあ、心理学とかねコーチングとかって学術の勉強これまでこうなんかやってきたけどハゲてるね、うん、やってきたんですけど、まあ、エンタメをやっぱ提供するのがなんか個人的 的にに心がこう穏やかかなるというか楽しかったりするんですよね。もちろん学術の話とか僕うんちくたれるのすごい好きなんでそ,それを紹介しながらねあのなんか皆さんの知恵の役に立つっていうのもすごいいいんですけど、まあ、なんかまあエンタメを提供するのもなんかね楽しさが皆さんと共有できたらすごい嬉しいなっていう気持ちもあってでまあまあそんな風うにいいとなんかできることないかなって思ったんですけど。まずは結構ねディズニーの ディズニー系の動画を上げるとなんかちょっと再生数がいいというか別にその打算的な話をしたいわけじゃなくてまこういろんな人が興味あって見てくれるんだなっていうのがあったんでこうディズニーのなんかねこうムービーを,ービーを上げるのは無理なんですよなんでかっていうともう全部使っちゃったから <laughs> 繰り返しになっちゃうんでねあの各アトラクションとかそのね。 えとダイジェストムービーみたいなものはもう3月に上げちゃった分があるんでもう難しいんですけどあのその代わりと言っちゃなんだけど写真はたくさんこれまで行った分も含めて残ってるんでそれをなんかまあ一枚一枚ちょっと音楽に添えながら載せていくっていうショートムービーまあ 1, 1分以内で収まるような その写真シリーズっていうのをちょっと上げていこうかななんていうふうには思います。うん。まあ、あのー、そう、なんだろうな。 1>, 1秒ムービーみたいなものをこう上げてる人とかもいるんですよね、なんか一瞬だけそのパレードとかアトラクションとか、それからクリーティングの瞬間とか映してる人がいるんですけど、まあ、ちょっと僕はそういう素材が残念ながらないし、あの集めに行こうと思っても、あのまた何日か休み取っていかなきゃいけないっていうちょっとそこがかりの難しいんで、まあ、あのディズニーとか、まあ、それからなんだろうな、まあ、ユニバとか、まあ、そこらへんはねこう、今残っている素材があるめっちゃプルプルしてるやん、めっちゃプルプルしとうやん、こいつ。 プル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 って。でも中に何かいるわけじゃなさそうだね。まあじゃあ行こうか。そう。っていう感じなんで、まあ、それをね、ダイジェストムービーで今後はちょっと1日1本ずつくらいね、あの、バイオハザードのショートムービーが終わったら、あの、上げていこうかなと思うんで、まあそこはね、交互期待と。まあ5月くらいから始めてみようかな。ちょっと試運転でどのくらいのタイミングから始めるのがいいのかわかんないですけど、まあ、 今、そのストックで、あのショートムービーだけね、これ,これ今、上げてるのはほぼほぼタイムリーな感じで上げてってるんですけど、ショートムービーに関してはね、もう、パッと作ることができるものなんで、パッと作って、結構先までね、あの予約取っちゃってる,人もいるんですよ。<laughs> 予約を取っちゃってるんで。 まあ、いつから始めるかっていうのはちょっと分からないんですよ。まあ、5月とか6月か、そのくらいから始められたらいいかなと思いますね。ショートムービーをね、あのいつ、いつまで上げたかっていうのをちょっと覚えてなくて、後で見とかなきゃいけないんですけど、うん。まあ、そんなところですかね。という感じで、これ、ああ。これどうなんだろうな。これでやっといた。あ、やべやべやべあ、意外と早い。っきょう、くる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 してる。くる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 。あぶれ、ぶれ。素振り、お下手くそですね。 えっと、あ、剣のやつがあれだね、攻撃が斧のやつが遅いんだな。OK、出てきた。じゃとりあえず、全員、えっ、ー、と、うにうにさせておいて、で、まとめて、全員出てるね。出てるね。オッケー。オッケーじゃあもうこれでやって、あ、で、ひるまないんだね、やっぱりね。じゃあ、ちょっと玉も無遣いしちゃったけど、これで終わりにしましょう。OK。じゃあ、どうしよっかな。これ次出てくるのが結構厄介っぽい。 黒いのが出てくるんでね、ドス黒いのが出てくるから、どうしよっか、しょっマかな、しょっマなんか意外と結構あるよね。うん、そうそうあ、そうだ、で、まあ、そのディズニーの,あのやつなんですけど、なんかまあ、多分あんまり、なんだろうな、例えばですけど、マーメイド・ラグーン州とか、なんかあの、トゥーン・タウン州とかって、そんな風にまとめるつもりはあんまりなくて。 一つの写真集を見てもらったら、結構、あのディズニーの一日が楽しむ、ディズニーをまんべんなく楽しめるとか、なんかそんな風なあな、ちょっとラン,ランダム系のね、写真動画をあげたいなと思ってるんで、痛いっいった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 、いっいいい離れるとあげれたらいいかなくらいに思ってるんで、まあ、あんまりね、そのこだわりなく、単純にあのシンプルに楽しむ僕ら危ない、ちょっと待って、あれ、こ,こいつ怖いんで。 あの前回に、ね、やられたトラウマがあるからね。OK。じゃあ、これで倒すことができた、あ、そうだね。OK。できたんで、じゃあ、次進んでいきましょうか。ちょっとね、あの、古臭いトラップばっかり仕掛けてくるとね、あの、自称二十歳のおっさんのところね、ちょっと行きたいと思うんでね。はい。これ、もう、いっか。まあ、いっか。違う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 ,違う。 意外となんかあれだね、弾使ってないと、もう本当スペースがあれだね。あの、チャプター4-1ので、あの、ロケランはもう使おうと思ってるんで、えちょっと待って、これ今チャプター4-1のか、何言ってんだ <laughs> うん。まあ、そんなところだね。はい。最近ね、うん、ちょっと聞いてよ。楽しいんだよ、最近。何かって言うと、娘ちゃんが楽しいんだよ。あのね、やっぱね、あの、これまでその娘、まあ、今もなんだけど、あの、子供、小さ、小さき頃の、 あの子供ってやっぱマイワールドが広がってるんですよね自分の世界観が強いというかなんですけど最近はねその僕とかねあの嫁さんのね真似をねすっごいしてくれるんですよあとねめっちゃ面白いのがあの テレビ、あの E テレをね、よく見せてるんですけど、その E テレを見ている中で、あのじゃあまた次回も会いましょうバイバイみたいなことをね、こうおお、なんか歌のお兄さんとかお姉さんとか言ってくれるじゃないですか。ううバイバイって言った時にね、あのテレビに向かってね、あーってね、手振ってるのがね、たまらなく可愛いんですよね。だから、ちょっとずつ、そのあの周りの人が何やっているのかっていう動作を見て、 こう、自分を真似してこうできることが増えていってるって、そのできる幅が広がっていく過程を見るのって、めちゃくちゃ楽しいなと思って、めちゃくちゃ幸せを感じる日々なんですよね。うん、だから、あの、子育てしたことがね、ある人からしたらね、あの、すごいわかるわーって思っていただけるかと思うんですけど、これからね、あの、子育てっていうか、その結婚とかね、子供を産んでとか、子供を作ってとかっていうのを考えていらっしゃる人がい,らいれば。 あのその子育てってそういう意味でいろんな楽しみがあるっていうところをねあのぜひねあの、まあ、楽しみにしといていただけたらいいかな楽しみを楽しみにっていうな話なんかちょっとあのおお腹が腹痛っていうようなもんかもしれないけどうん。<I S 1> でこもなんで二十歳本当に二十歳なのかな まあ、まあ、ああいう食事を食ってたらこうなっちゃうのかなって思うけどね。前回のサプリの話じゃないけどさ、やっぱ人間の内面ってさ、内面も外気もさ、食事によって作られるっていうところが多かったりするんでね。うん。はい。止まりました。えっと、こっち行く前に確かどっかに、ああ、そう,そうそう、あった。ね。拾えるもんは拾っときましょうっていう話だよね。なんか聖母マリアみたいな映画も、四方八方囲んでたけど。 うんまあそんな花ところですね。はい、じゃあちょっとぐい、あちょっとちょっちちょっあれなんかね、初めてやったとき、アシュリーだけ先に行って、なんかレオンが逆にこっちに取り残されたみたいなけあの記憶があるんですけど、あれ、嘘だったのかな,なんかちょっと見えないね。撃ててるこれ。倒せた。倒せてないよね。 これでもなんか面白いのがさ、そのアシュリーのスペシャルコスチューム2みたいなのがあって、そのレオンがあの、刻ったらしい、なんかあの、マフィア、ギャングみたいな格好をするコスチュームがあって、それをやってる時にアシュリー甲冑を着ることになるんですよね。まあ無敵になるんでめちゃくちゃ楽なんですけど、お色気もクソもないっていうね、こんなパンツ丸出しとか、あの、おっぱい丸出しっていうコスチュームじゃないから面白くないんだけど、あの、 甲冑コスチュームになったら、なんか、ほったらかしにしても、ガガ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 ってなるだけで何も起こらない。あの、死には死ねっていうね。あの、だから、邪教徒もびっくりみたいな、そんな感じになるらしいですけどね。ちょっと試してみたい。それまだやったことないんでね。ど,どうしてもついつい助けちゃう。助けちゃうってね。さて、さて。あ、そっか。シカゴタイプライターあれだね。手に入れようと思ったら、確かあれだわ。あの、 エイダー・ザ・スパイをクリアしなきゃいけないんだね。エイダー・ザ・スパイ結構めんどくさいんだよね。なんかサンプルを5つだか3つだかなんか、あのー、手に入れなきゃいけないんだけど、あれ1回キームーブはなったらやり直しみたいなところがあるから全部やクリアしていかなきゃいけないんだよね。エイダー・ザ・スパイまではな、ちょっとなもう、もうやり尽くしたしな。最後、あのボスでね、クラウザーが出てくる。あの クラウザーとエイダがね出てくるとこ、あのー、がは初共演するシーンがあるんですけどそこのたもとでね戦うみたいなのがあってまだいいオッケーじゃあ、えー、とここなぜこんなためをつ打ち尽くしたかというと今から改造しに行くからですうんオッケー。なんかマウスでコントロールするのもよしあしだね 乱戦になったらね、なんか急にグワッて行くからちょっとめんどくさいことになるけど、まあまあ、なんだかんだ狙いやすいっちゃん狙いやすいよね。あのコントローラーとかで触るよりはね。じゃあ、えーっと、どうしよっかなー。12分か。20分近く。まあ、どこに行くまでで20分近くになるかだな。ちょっと、も,もうちょっと様子見であの次進めていきたいと思います。 この2つくらいやったらなんか時間来るかなと思ってたんですけど意外とまだ12分くらいだったんでもうちょっと先進めたいと思います、まあ、もうちょっとでまたあのレオンが独り身になります離婚しますごめんなさい今ちょっとコーヒー飲んだけどなんかコーヒーの底がなんか。<laughs> なん,かえなんだろうなコーナーじゃないんだよなんか浮いてんだよなこれなんか嫌だな油油なわけないえちょっとよくわかんないけど <laughs> だからちょっと身に覚えのないものがあるとやっぱ人間ってゾッとするよね <laughs> さてさてえっとじゃあここらへんはまだお金に困ることはないなえっとね弾薬に困るのがだい大チャップ まあこのチャプターくらいまでは大丈夫かなまあ弾困ってないしね実際全然ねまあバイオ4はたまに困ることはないなバイオ45まに困ることあんまりなくってまあァイ5はね地味にねあのアイテムが9個しか持ってないっていうところで結構困ったりはするんですけどどっちかっていうとそのお金に困ることがあるのがバイオ4だねあの改造していくと最終的に限定仕様にしますかみたいなそうそこまでたどり着くとあの結構ねあの 回復したいけど、あ、じゃ回復したい。卵出るけど回復って言っちゃった。あの、こうしたいけど、改造がしきれない、金が足りないってな,なるようなケースがね、多々あるんでね、そこ,こなんとかね、あの、くぐり抜けることができればいいなと思うんですけど。さて、ここか、どうしよっかな、どうしよっかな、アイテム入れられないね。もういっか。まあ、いらないか。しょっ玉めちゃくちゃ余るしね。でショッ これ壊せないのか無理だねショットマもねあのー、まあ今めちゃくちゃあるけどなんだっけあいあらまなんかもったいないけども仕方ないねそうセミオートショットガン手に入ったらね最終的に使用限定の改造をすればもうあの弾いらなくなるから、まあ、チャプター5くらいから積極的にバコバコ使っていくようにしていって。 たらいいかなと思うんですけどねそろそろかな。まあ、まだあの、セミオートライフルあ、セミオートライフルじゃね、あのセミオートショットが手に入らないんでね。で、ここに降りたらまずやることといったら一つだよね。これこれ。あっ。ドー。マジか。おっぱいしか見れないじゃん。残念。仕方ないね。じゃあ。 まあここほっといてもねあのリオーオンとかって、ね、叫んでるかもしれないけどあのここほっといてもムービーに入るんでねじゃあ、えー、離婚のお時間です退場しますこれでもこいつらって選考段聞くのかな閃光段で聞くんだったらおあのプラ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 飛んでるやつまとめてやりたいんだけど寄生虫だから聞いたいよねあれ聞かなかったっけどっちだったっけちょっとよくわかんないけど 意外と賢いんだよね、うん、まだ他にもそれはいるだろう上のあのジュクジュクしてるやつ見たらそれはなんかいるっていうのがかるよねじゃあえっ、ー、とほいあ全然聞いてねえ全然聞いてねえわマジかそっかでこいつらが面白いところがねあの飛んでる時に撃ち落とすとなぜか一撃で倒せちゃうっていうね そういう面白さがあるんですよね。ところが、地上を歩き始めると、なぜか急に体力が上がるっていうね。だから、その、落ちるその衝撃でなんかダメージ食らうのかな。なんかよくわかんないけどね。はい。じゃあ、せっかくね、あの、断層が増えたんで。ほい。ちュ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 チュ落とさせないよ。オッケー。じゃあ、これで終わりということで。 えっと、じゃあ、どうしようかな。マグナム使おうか。マグナム使って上の巣をぶち落としましょうか。で、改造で弾を補充したらそれで OK なんで、6発でいけるかなどのくらいいるのかちょっとわかんないけどね。とりあえず、なんか、あいつもまとめて撃っちゃいましょう。ただ、死んでるよね。ケーオッケーあ、違うわ。間違えたわ。あ、まあ、いいか。ちょうど弾、あれだったらしい。 ほい。行けたね。じゃあ、この辺りにしよっか。ね、お楽しみはまだ残っていますが、この辺りで一旦ね、コンパーと区切ってね、ちょっと拾えるだけのアイテムを拾い切ってしまって、あそこの橋を渡って次のステージに進みたいと思うんですが、てか、あそこからさらってって、 ちょっといろいろと疑問が残るシーンが次来るんですけど、まあそこはあまり気にせずに次進んでいきましょうか。はい。ということで。じゃレバーを引いて、橋を落としたところで本パートは終了とさせていただきたいと思います。ということでね、本日もね、最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。チャンネル登録ボタンとグッドボタン、ぜひね、よろしくお願いします。ということで、お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。